皆さんこんにちは。オールドウォータークラブの吉原です。今日なんですけど、ちょっと気になるあのアイテムがずっと気になってたんですけど、2020年にこう販売されてから、このアイテムどうなのかなってこうずっと考えてて、ちょっとなかなか買う機会がなかったんですけど、たまたまちょっとメルカリを見ていたらめちゃくちゃ安く売ってたんですね。たまたま1万円で売ってたんですよ。ご存知ですか？こちら、ズイッシュっていうんですけど、まあ、スパークリング用のプリザーバーになるんですけど、はい、これ中身が、この箱の中身がこういう本体と、あとその瓶の上ですね、瓶の上につけるストッパー、あとこういった形のガスがこう入ってるんですけど、このズイッシュはスイス生まれで、そのワインの目減りした部分に不活性ガスをこう入れて、アルゴンガスと炭酸ガスをこう注入して、そのワインの劣化を防いで、長時間、まあ1週間前後くらいだと思うんですけど、大体そのスパークリングのシャンパンとこう開けると、まあ、次の日とかに泡立ちとか香りとか抜けてしまったりとかするんですけど、それを防ぐために作られた、スイスで開発された機械になるんですけど、実際どうなのよってこうちょっと思うんですよね。多分皆さんもこう気になってて買いたいなっていう思ってたりとかする方とかいらっしゃると思うんですけど、有名なアイテムだとこのコラバンっていうのがすごい有名だと思うんですけど、コルクにこの針をこうブスッとこう刺して、こちらの部分からアルゴンガスを注入してワインを劣化しなくするっていう、こう、まあ、画期的な機械なんですけど、今その飲食店とかってやっぱりこのコラバンとうまく付き合ったりとか、こういうプリザーバーとかとうまく付き合うことによって、そのロスを減らしていくっていうのがすごい大切になってきているので、すごく重宝僕らはしている機会になるんですけれど、で家庭でもこう使えるんかねみたいなことちょっとたまに聞かれるので、ご家庭でこう使ってみたい人用にちょっと今回はこのズイッシュですね、はい、スパークリングのズイッシュ、こちらちょっと実験として使ってみたいと思うんですけど、今日が、今日が8月4日ですね。今の夜の9時くらいなんですけど、はい、ちょっとね、はい、こちらの安量ですね、当店でも3300円でハーフサイズ販売しているんですけど、このアンリオのハーフを使ってちょっと実験していきたいと思います。で、ね、8月今日4日なんですけど、このちょっと何日間かにわたってちょっとテイスティングしていって、味わいってこうどうやって変わっていくのかなっていうのをちょっとね、チェックしながらやっていきたいなとこう思うんですけど、一応こう開けたてなんで、はい、もちろんこう開けたてなんで、シャンパーニュ、はい、力強い泡がこう残っていて、継続的に立ち上っていくような、はい、力強い感じですね。外観はだいたいこういう形ですね。で、香りはそうですね、開けたてなんで、そのフレッシュなリンゴとかそういう酸味を結構感じさせるようなアロマがあるんですけど、まあ、第一アロマのそのお花、白いお花とかリンゴとかのニュアンスがすごい強いですかね。うん、飲んでみるとそうですね、こうベタベタしたこう甘みとかがなくてすっきりとしているんで、すごく飲みやすい柔らかいタイプのこうシャンパーニュになると思うんですけど、ヤンリは好きなんですよね本当に。はい、まあちょっと飲み干します。うん、美味しいです。で、このストッパーですね、このストッパーをつけてからガスを注入していくんですけど、この中にこう入れるタイプの溝みたいのがあるので、これをこのシャンパーニュのこの瓶の筒のところにこうはめ込んで、で
こういう感じで今度こうストッパーをこうかけていくんですけど、でこれなんですけど、こうガスこういっぱい入れると、ちょっと僕これ初めてだったんで、あのちょっとやり方わかんなくて、でここにこうブスッとここの接続部分にあのこちらを刺すんですけど、刺すだけでもガスとアルゴンガスが入っていくんで、それだけでいいんですけど、これだいたい3秒から8秒みたいな説明が書いてあるんですけど、8秒とかやるとあのストッパーがこううまく機能してない場合とか、あの吹っ飛びます、このストッパーが。で危ないんで、あの注意してください。だいたい3秒で十分だと思います。はい、これまだ少なくな、量がまだ1杯分しか減っていないので、だいたいそうですね、今 60cc くらいしか飲んでいないので、残り 300cc はあの残ってるので、もう本当に3秒でいいと思います。はい、これまたこう日付を分けていろいろやっていきたいと思うんですけど、今日はこんな感じですね。はい、でここにこう刺して、もうこれあれですよ、今ちょっと話しながらちょっとやってたからちょっとガス入れすぎてってなるんですよね、はい、なのであんまりねガスこう入れすぎないで、あのさ3秒くらいで十分になってます。1、2、3、はい、こんなもんで十分ですね、あの最初の方は。はい、はい、僕みたいにこうねちょっと離しすぎたりとかしてポンってなるんで、あの気をつけてください。じゃあ、あのまた明日お会いしましょう。